久しぶりですね。お久しぶりです。なんと前回撮ったのがですね、ここを見たらわかるんですけど、5月5日ほう、今日は何日ですか？6月17。おー、1ヶ月ちょっと。うん、もうね、どこまで進めたか正直あんまり覚えていません。覚えてないけど、うん、やるしかない。そう、あの鉄夫ちゃんとエリオジュンが可愛いってことだけは覚えてるのよ。うん、で、そうそうそう、思い出した。お、マジ？俺は思い出した。本当。あの鉄夫の親父が、うん、幽霊が見える見えへんのレベルをお酒で例えてたっていう。あー、そうだそうだ。アルコール度数で例えてて、そんなんしてるやつ他におらんやろみたいな、ガハハみたいな話をしてたっていう。ねえ。娘が、うん。陽子さんなんじゃないかなっていう。っていう説が出てたよね。そう。匂わせ。うんうんうん。がある。あー、確かに確かに。あとは、ね、警察官の不審死みたいなやつを捜査してるって感じだったんだっけ。かな？うん。あと、鉄夫ちゃんが昔その、幽霊系の部署にいたみたいな。そう、勤めてたっていうのは。話だったな。うん。かしり主捜索パート2。前回のあらすじ。未曾有の惨事を回避するため、呪詛玉を一刻も早く回収すると決めた堤とエリオ。波垣雄太郎から足洗屋敷の呪詛玉を回収した二人は次の場所に向かう。あ、そうだったわ。コテンパンにしたんだったわ。あの、メガネクイーンの。あ、そう、メガネクイーンは、殺した。うん、殺してはない。あれ、帰れって言ったんやっけ？そう、さすがに殺してはないと思う。なんか逃げ帰ったんじゃなかったっけ？うわーって言って。覚えてな。やられてても別にいいけど。かわいそう。まあまあね、確かにまだ、あんまり感情移入というか、ね、どういう、あれで、呪詛玉使おうとしてたのか分かんないからね。うん。やってこうぜ。え？あ、緑町公園行けということ？緑町だっけ？緑町公園。緑町公園に行けってことだな、多分。音ないし、怖っ。堤哲夫、午前1時台。緑町公園。鉄夫ちゃん、嬉しい、久しぶり。これ誰？誰だ？あれ、先生か？ちょっと確かに背筋曲がってるか？すみませんね、呼び止めてしまって。ちょっと話を聞かせてもらえますか？誰？誰？知らねえ。マジで知らんやつ、やめて。うん。あ、荒石！あ！荒石！おう。荒石は、なんかしてた。なんか、資料まとめてた人じゃない？違ったっけ？そうそうそう。なんか、一番最初に陽子さんに聞かされたんじゃなかったっけ？うん。どれだどれかなあ、6名、違うな。あ、荒石秀樹が発表したことでオカルト界隈を賑わせてるんだ。蘇りの秘術。蘇りの秘術を発見したやつね。そうだそうだ。荒石、出てきたついに、こんな見た目だったんだ。どうぞ。え、私あ、そう。どうしようかな、じゃあ。なんだ、職質ってやつか。私は別に何もしてないぞ。目つむってたら可愛いな。はい、大丈夫です。別に取り調べじゃないんで、少し話を聞かせてもらえればいいです。郷土史研究家の荒石秀樹先生ですよね。身元ははっきりしてるのですぐ終わりますよ。こんなとこで先生の姿をお見かけしたんで、ちょいとお話を伺いたくなったことでね。かわいい。郷土史研究家荒石秀樹。本当にあの声でやるのかな、私。荒石秀樹、よろしく。地元の郷土博物館で非常勤を務めているほか、小型高校の非常勤講師も兼任している郷土史研究家、最近蘇りの秘密を発表し、オカルト界隈に騒がしている。ああ、すごいことになった。こだわりの強い研究者肌の人物で、教職には不向きな性格だが、
教員の減っていた駒形高校の要請を受け、生活のためにやむなく講師を引き受けたという経緯がある。しかし先生扱いされる講師という立場、現来持っていた承認欲求が満たされるのかまんざらでもない様子。とはいえそんな悩みを見透かされているのか生徒からの信望は薄い。金のために寄稿した記事によって最近ではオカルト研究が出たのまるで牛があり頭を悩ませるだから今のブームでそっちの方面の裏の方が圧倒的に多く事例間に陥っている喫茶店黒木郷の常連であり仕事のない時はそこで論文や原稿を執筆する姿が目撃される著作に道への研究パンロー氏的入門がある。何一つ内容入ってこない何一つ分かんなかった。俺も何を喋ってたのかよく分かっただってもう高い声に身を任せて割とぐちゃぐちゃだったもんなごまかしてたでしょ。はい、さっさとしてくれよ、私も忙しいんだ。かぼそすぎやろこれ緊張してんのか。緊張してるでしょ、だって刑事、こんなこわもての刑事に囲まれてんだぜ。荒井氏秀樹、郷土史研究家だというが、蘇の秘術について今最も詳しいと言われている人物だ。そんな男がこのタイミングでこの場所に貸しり主である可能性は十分あるだろうな。うんうんうん、なんかでも金儲けのために書いた記事みたいに言ってなかった？金儲けのため。あれ笑いしの情報ガバガバあれ、あ、金のために寄稿した記事によって最近ではオカルト研究家などと思われてる節がありって。あ、やっぱ金のためやったわ。うん。でも実際にね、ジェソダンは手に入ってるわけだもんな。うん。あ、なんかあれ？鉄夫ちゃんにやってもエリオジュンになっちゃう。まあ考えるやからじゃん。自分がそっち視点やからじゃない？うん、うん、うん。聞き込みをするとき、立ち位置によっては相手に余計な刺激と緊張を与えちまう。ほどほどに構えつつ、いざとなれば詰め寄れる位置。こいつ、なかなかわきまえてやからな。やるじゃねえか。ボス、荒石に話を聞いてみましょう。じゃあ、あれ、これは見たんだっけ？うん。いかにも学者派だって感じよ。最近はこの手のやからも何をするかわからん時代だ。警戒に越したことはねえな。おー、よくちゃんと読んだな。はい。お。何をしていた？何をしていたんですか？それで、荒石先生、こんな時間に何をしてたんですか？資料集めだよ。研究に昼も夜も関係ないからな。ああ、それは素晴らしい。今話題になってるよな、先生の研究が。なんて言ったっかな。先生が見つけた古文書の。六名簿、これだな。六名簿。間違えてー。いいよじゃあ今私よく覚えてなくてごまかしていっただろう。二人の顔やめろそれ。エリオジュもええー、みたいな顔してる。ごまかしの顔やめろ。六名簿だよ、間違えるなんて失礼だな君は。ああそうそう、それそれ失礼。いや勉強いや不勉強で申し訳ない。その六名簿に載ってたっていう貴重な術があるって話じゃねえか。ああなんだ、あんたも蘇りの秘術がどうすれば使えるのか知りたい口か。最近ね、私の周りにそれを聞いてくる輩ばっかり集まって正直ヘキヘキしているんだよ。普段郷土史になんて興味ないだろうに、こういう時ばかり目の色を輝かせてくる奴らが。おっと、これは痛いところ。私、このままやっていいの？笑いし。うん、いいよ。本当？ふざけてるのも大概にしてほしいけどな、笑いし。警察の立場を利用して聞き出そうったって、そう簡単には教えられんよ。あー。まあ、まだまだ追求したいですな。うん。何をしていたかまだ聞けそうだね。まだ聞けんじゃない？うん。今探してたっていう資料も、蘇りの秘術に関係するものなんですか？まあ、そんなところだ。一体何を探してたんです？
そこまで言う必要はないだろ。どうせあんたらに言ってもわからんよ。教えてくれないわ。あ、これは同じか。うん。多分ここの二つがないと、これ、さらに聞き出せないんだろうな。うん、かな？じゃあ研究内容について。先生は、やっぱり蘇りの秘術を自身で使いたくて研究をしてるわけですか？ふん。あんたらも警察のくせに死人が蘇るなんて本当に思ってるのか？どいつもこいつも、浅ましい。あれ、それじゃあ先生は秘術を信じてないんですか？うん。秘術が本物かどうかなんて、本来、私の本来の研究とは関係のないことだ。そんなものはオカルト好きの連中にでも任せておけばいい。と思っていたが。ん？事情が変わって何としても秘術を探す必要が出てきてしまった。だから今は、蘇りの秘術がどうか本物であってほしいと願っているよ。その事情ってのは、事情には突っ込むけど、こいつの声に関しては一切突っ込まへんねんな。そうね。まあ人のそれぞれの個性ですからね。うん、そのくらいわかるだろ？研究費だよ。蘇りの秘術の研究資金として多額の支援をしてもらっているからな。それにもし秘術を発見すれば、一生研究に没頭できるだけの報酬が得られることになっている。ほう。っていうことは、研究費用を出してあんたに蘇りの秘術を研究させている奴がいるってことか？真の黒幕的な存在？だからなんだ？大切な研究の費用を捻出するために、我々がどれほど苦労をしているか。子供相手の非常勤講師なんぞやりたくてやってるわけじゃない。いいか、一つ教えてやるが、いかにも売れそうな煽り文句の本を書いたり、テレビで盛り上げるコメントをする専門家など、みんな本当にやりたい研究の資金のために都合のいい話をしているだけだぞ。今は空前のオカルトムーブだから、それっぽいことを言っておけばすぐ金になるからな。ええ、俺、荒石先生の書いた本で、未知の探求は信じることから始まるって言葉にすごく感動したんですけど、これあったね。陽子ちゃんが、未知の探求は信じることから始まるのだよって言ってたよね。言ってた。わあ、すごい序盤なのに覚えてるわ。購読ありがとう。だが残念ながら私の本業はオカルト研究家ではない。未知とは潰していくものだ。歴史的資料の創作と地道な考察によって。なんか、うん、自分で読んでてあれだけどめっちゃムカつくな、この人。うん、腹立つ。なんかショックだ。エリオ、お前、意外と、純粋なんだな。うん。研究内容について？じゃあ先生は本来なら何の研究をしてるんですか？どうせあんたらは興味ないだろうが、簡単に言うと。私の研究テーマは一つの歴史的事実がどんな伝承となりどう残されていくのか、だ。それはどういうこと？どんな事実も人づてに残されていく中で伝えるものの都合によって必ず変換されていく。ただしそれは必ずしも。変遷か？ちょっと読み方間違った方。変換か？変遷か？わかんないや、読み方、漢字。これこれ。あー、変換じゃない？変換で合ってる。いや、変遷な気がする。変遷かな。そう、変遷かってなっちゃった。まあ、間違ってたらすまんな。ただし、それは必ずしも悪意のある都合とは限らない。これはね、荒石が間違えたってことになるから、私じゃなくて。曖昧だった部分を補ったせいであったり、それは、うん、私は悪くねえぞ。うん。荒石が全部喋ってる内容だからね、これはね。伝えられる量に制限があり、省略を余儀なくされたせいであったり。これ何の話してんの、今。わからんくなってきたもん、こいつのせいで。荒石、ちょっと喋り方なんとかならんのか。話わからんくなってきたんけど。ほんとだよ。口伝によって伝えられたため話がすり替わっていったり、などだな。
同じ出来事でも文化や環境によって伝わり方が異なり、そして内容が変わっていく。たわいもないエピソードがタイミングによってはさも不可解な伝承となって残る場合もある。二重人格か。そんな歴史と風土と伝説を照らし合わせてつなぎ合わせる研究といったところだな。あれじゃない？心開いたんじゃない？なるほどね。包み隠さず、うん、包みだけに包み隠さずってな。おお、なるほどな。鉄夫ちゃん、そういう由来だったの、名字。例えば、この辺りに伝わる本所七不思議にしてもそうだ。中にはなぜこんな何でもない話が七不思議として残されているのか、という話もあるだろう。どうでもいいような不思議が何十年何百年と続けられているのはなぜだ。伝え続けられるのはなぜだ。そう考えると、多少は興味も湧いてこないかね。確かに気になりますね。なるほどね。そういうのをずっと研究してきたってわけか。だから秘術が本物なのかどうかは、本来はさして問題ではない。少なくとも、六名簿が書かれた当時の江戸の人々は本物だと信じて疑わなかった。それで十分だ。なんか急に話がスッと入ってくるようになったな。うん。助かる。やりたい研究と金になる研究は違う、というのが現実だよ。そのためには、多少のリスクもやむを得まい。ああ。で、これで終わりかな。六名簿について。うん、その六名簿っていう古文書は、一体どうやって入手したんだ？世間に公表されている通り、都内のある古い民家の蔵で発見したものだ。それがどこかは、情報提供者との、約束があるので言えないよ。ああ。ああ、終わっちゃった。提供してくれた？ああ、それがあれか？出資してる人？情報提供者と。なのかな？一緒なのかな？どうなんだろう？っていうことは、今先生が探してたものってもしかしてあれか？よー。全部が当てはまりそうな気はするけど。うん。まあ、でも呪詛玉っていうのは。貸し切り主か七不思議なのかな？ああかな？探してたのは。うん。そう。蘇りの秘術と、その本所七不思議が関係してるから、うんうん、七不思議を探してるんじゃないかな。うん、が一番、そうだね。下手にこの辺を、に触れる必要はないよな。うん、じゃあ。何そこまで知ってるんだって言われるから。確かに。また心閉じちゃって、その声になっちゃうからな。うん。こう、よく知ってるな。確かに本所七不思議が生まれたきっかけとして、蘇りの秘術が関わっていたという説がある。まあ、私が唱えた説だがね。だから、本所七不思議を紐解いて行けば、秘術の謎についてたどり着ける可能性は高い。実際そう考えて、七不思議を調べている者もいるようだな。沖江翔吾という輩とかがな。うん、あいつ死んだんじゃない？死んだな、多分。まだ死んでないんじゃない？朝まで探してるよ、多分。なるほどね。金絞り公園で。ここ、緑町公園も七不思議の一つ、津軽の太鼓のゆかりの場所ですよね。そうだな。だが、今はもうそれではないよ。え？そうなの？ほう。ほう。ん？あれ？あ！七不思議じゃないよってことか。走り主か？走り主か、もう呪詛玉ぐらいまで。言っちゃう？言っちゃう？言っちゃえ。お、何？くそ、あんたら、それを知ってるってことは。まあまあ先生、そう身構えなさんなって。あれ？鉄夫ちゃんの能力ってあれか、嘘ついたら使えるみたいな感じだったよな。そう。そうだよな。ごまかそうとしたら殺される。なるほど。
ああ、これは本当のことを話してもらうために見せる必要あるんじゃないかな。見せるか。うん、これは呪詛玉でお前が嘘ついたかどうかがわかるっていう。そう、おとなしくしろ、全部話せと。全部話せ、お前は死ぬぞって。うん。お互い情報は必要だろ。落ち着いて話しようや。呪詛玉、やはりあんた、かしり主か。Cの葉っぱ、落ち葉なき Cか。そういうことだ。先生のも見せてもらえるかい？ああ、さすがに、そうね、かしり主か。おー！ああ！ああ！やった！殺したって一回。一回、大きい絵がコテンパンにしたやつじゃん。あ、情けない男ってこの人だったんだ。なるほどね。私のは、これだ。消えずのアンド。火があるとダメなのかよ、畜生！うわーって。めちゃくちゃ弱かったやつな。そうか。なるほどな。呪いの条件を明かす。明かしていいと思うけどな。明かそうか。うん。それと、先に言っておくが、落ち葉なき C には、流言を流布した罪で吊るされた男の呪いがかかっていてな。だがそれは濡れ衣だったようで、欺かれたことを許せないまま死んだようだ。ほう。それが落ち葉なき C に宿された、恨みの記憶ってわけか。七不思議の恨みの記憶は実に興味深い。どうにかして全員分を集めたいものだ。それは先生の好きにすればいいが、この恨みによって落ち葉なき C の呪詛玉では、俺を欺こうとする者に対して呪詛を行使できる。なんだと？そんな。だから先生、嘘をついてもすぐバレるぜ。なんだと？使うつもりか？警察が市民に呪いを。それはあんたの態度次第だな。俺だって使いたかねえよ。何が狙いだ？呪詛玉は危険だ。あんたの呪詛玉を回収させてもらいたい。ああ。なんだと？それではせっかくの私の秘術が。その前に一応聞いておくが。うん、条件知っときたよね。先生、あんた。あれ違うこと聞くもしかして。もう呪いを使ったなんてことはねえよな。ああ。やってそう。ま、やっててもおかしくなさそうだな。使ってないぞ。私は、断じて。呪詛行使。お、使ってないんだ、うん。そうか。ならいい。おー。では、その呪詛玉をこちらに渡してもらおうか。それとも、そっちの呪いを行使して切り抜けてみるかい？なんか、ここ、手を下ろしてるの、かわいいな。かわいい。意外と指太い。うん、太いし、なんかあの、もじもじしてる時にさ、こう、恥ずかしがり屋の人とかってこの辺をさ、服ギュッて掴んだりするじゃん。ああ、あの、先っちょね。そうそう、なんかそれっぽくて、ちょっと微笑ましくなっちゃった。そう、断る！と言ったらどうなる？罪状はあるのか？相手警察やしな、強すぎるな。呪詛玉の危険性は警察でも認知済みだ。軽犯罪法1条2号、凶器携帯で取り締まることもできるが。ああ、凶器として扱われるんだ。うん。今すぐ渡せば秘術を失うだけで済むぞ。逮捕されたら研究どころじゃねえだろう。わかった。呪詛玉は渡す。ほらよ。おー、いや、割とちゃんと交渉できてるな。資料更新。あ、残資が 1% 貯まりました。お前って。使ってんじゃねえか！
呪霊の発する暗闇の中に閉じ込めた相手を、滑覆死させる。ほう。はあ。なるほど。え、読む？いや、読んで。わかった。武家屋敷の多い本所では、他藩の官庁を行う、公儀隠密が、町民に紛れて生活していたという。ここ、南割下水沿いの、蕎麦屋台も、彼らの連絡手段に使われていた。今宵は、暁七つで、と伝えれば、安穏を灯す時刻で不調になるという寸法だ。今生最後の蕎麦をたぐる。明くる晩、腹を切らねばならぬ。怒りに任せて女を切り捨てたのがまずかった。無礼打ちも認められず、ほぞを噛んだが、もう遅い。だが納得できぬ。今にして、お上に利用されていたという怒りがふつふつと湧き上がる。この恨み忘れるものか。傍らでは安穏が静かに瞬いていた。鐘が6つを打つ頃、男は腹を切った。だがそれ以来である。まだ屋台が開く前から安穏が灯っている。風もないのに安穏が忽然と消えてはゆらゆらと瞬く。そんな気味の悪い出来事が続くようになった。人々は噂した。席を問われて、切腹させられたあの男が、あの世から何かを訴えているのではないかと。なんかちょっとエモいな。うん。消えずの安穏に関してなんかちょっと。エモ。うん。怖いというよりかは、第三者視点で描かれてる感じがするよね、この辺。なんだっけ。名前が出てこない。未亡人。やべえ。あ、しぎまはるえさんだ。しぎまはるえ。そうだそうだ。しぎまはるえさんのさ、恨みの記憶、全然私わかんなかったからさ。あ、結構わかりやすくて、エモい恨みの記憶だったな。いい判断だ。あんたのこれからの研究の発展を祈っておくぜ。あと、そうだ。今の状況について、あんたが知ってる情報も置いていってくれないか？相変わらず人差し指が細い。協力してくれれば、この事態の決着後に、俺らが得た情報を研究用に提供してもいい。どうだ？ならば、今回の七不思議すべての恨みの記憶を教えてもらえるか。きっとそれが、六名簿に隠された謎を解く、鍵になるはずなのだ。なんか一個に繋がりそうじゃない？繋がるのかな？なんかお上に騙されていたみたいなさ。ああ、全部。話もさ、お上って、割とちらほら聞かん。確かに。何のやつだっけ？足洗い屋敷じゃない。津軽の太鼓。津軽の太鼓のお面の話のやつもそうじゃなかったっけ？なんかお上が、どうたらみたいなさ。それお上じゃなかったっけ？置いてけぼりとさ、どっかのさ、あれが、おこまと、そう、おこまと、おとき。おとき、そうそうそう、うん、そこが繋がってたのは覚えてるんだけど。とか、どれだっけ、津軽の太鼓。津軽の太鼓。あ、これでも、ここにしか。の、それ、うん、あれ津軽の太鼓ってまだ、まだないか。まだだね、うん。足洗い、なんか、お面の話。お面の話は、バカ林じゃない。あ、バカ林か。うん。そう、これの、おみよ。おかみに取り入ったの。そうそうそう、おかみに取り入ったの。おかみがさ、うん。共通の人物、やったりしてな。ああ、はあ、はあ。うん。いいだろう。それならば、呪詛玉を集めれば、おのずと得られる情報だからな。うん、交渉成立。これで安心して眠れるってわけよ。ああ。寝ちゃダメなんだよな。これさ、うん、このアングル見覚えあるね。おきえが覗きやった時のアングルだね。これ、でももうこの時点ではおきえ出てこないはずなんだよな。出てこんのかな？うん、多分。いや、ボスのおかげで、荒石からいろいろ話が聞けましたね。どうだかな？七不思議とか秘術とか、すでに公開されている情報ばっかだった。あいつ、他の貸入主やこの呪いの起こりとかの肝心なところを隠してやがる。
本当はこの七不思議の呪いを鎮圧させる手がかりが欲しかったんだがな。ああ、そうなんですか？だったらもっと脅して吐かせましょうよ、ボスが。あいつはこの呪いを残したいだろうからな。警察がいくら問いただしても隠し通すだろうよ。あいつが入り浸っている場所は聞いてある。いざとなったら誰か差し向けりゃいい。そうですか。わかりました。でも、本所七不思議の呪いが全部で9個あるって話には驚きましたよ、俺。そうだな。呪いを持った貸し主も全部で9人いるわけだから。今2つ回収したからあと6人。この町のどこかにいるはずだ。早くしないと呪詛使っちゃうかもしれないですからね。いや、もう遅かったようだがな。え？実は、さっきの波垣の足洗い屋敷の呪詛玉に、ごくわずかだが再婚が溜まっていた。ああ、何人か葬っているな。そうか。げ、それって、あいつすでに呪い殺してたってことですか？量が少ないから相手は貸し主ではなさそうだが、くそ。ってことはだって一般人を殺したってことになっちゃうからね。まあ身元ははっきりしている。手配しておけば確保できるだろう。あいつ終わったな。逮捕だ。波垣は明日以降に身体に対応してもらうとして、今は貸し主の捜査を続けるか。はい、次行きましょう。順に巡っていくしかないですよね。エリオ順だけに。順ってその字だったっけ？いや、カタカナ。そうか。エリオ順の順はカタカナで。カタカナだっけ？いや。あ、順よ。じゃあ、エリオ、そっか。エリオの名前、ルビーね。ルビーの方か。ルビーがね。そうだっけって思って。まあ、それにしても、ボス。あ？呪詛玉に軽犯罪法って適用できるんですね。だったら、波垣の時にも。いや、それが適用できるなら、身体は必要ねえよ。ああ、口から出まかせだったんだ。減退しちゃって、刑事部じゃ証拠集めれねえだろうからな。おお、現行犯逮捕のこと減退って言うんだね。へえ。身体とか減退とか。略したがりなんだな、警察って。ああ、なるほど、そういう。まあ、確かに、それもそうですね。おー。なるほど。あ、見れない。他のルートやれよってことだ、多分。あの、ミオちゃんの先じゃなかったっけ？シギマハルやっけ？なんか、あの、ミオちゃんの方でさ、知らないと先進まれへんみたいな感じじゃなかったっけ、うん、あ、そうそうそう。あれなんだよ、やばいやつ。あいつな。やばいやつ。足宮誠。そう、足宮が、あれよ。シギマハルエの、純一くんやったっけ、そうそうそう、シュイチくん、シュイチくんを殺したわけじゃなくて、あれだよ、シギマハルエさんの同級生を、同級生を殺した。バラバラにしたやつで。ねじまふみちかが、足宮、なんやな。だから、こいつ危険だぜと。うん。だし、あれだよね、切断したとかって言ってたからさ、みおちゃんとか、やっこちゃんの殺され方的にも、絶対足宮のおっちゃんよなって感じするよね。そっかそっか、なかったもんな。うん。一部。そう、なかった。足がなかったんよ。セーブ。一ヶ月空いてるな。じゃあ、これだな、うん。この選択肢を見たい。はい。途中からで、これ多分校庭からでいいよな。校庭からでいいんじゃない？うん。足宮のおっちゃん絶対いい人だろうみたいな、もっと警察官なんじゃねえみたいな話この辺でしてたのにな。言ってたのにな。めっちゃ悪いやつだったわ。とにかく、外まで行かないと。正門は体育館の脇から。で、行こうとすると、なんか、何してんだおめえさんって。言われた。話しかけられるはずだったよな。ああ。お、何してんだおめえさん。
真面目やのっちゃん。ダメだぞおめえ、こんな時間に学校来てちゃうよ。いや痩せたらこんなにイケメンになるんだな。意外と なねえ、ハンサムっていう感じのイケメンじゃないけど、あのいい感じの男性になる。あ、シミヤのおっちゃん。ああ、なんだ。2年の坂崎か。つうか、学生が夜遊びってのが、まずいかんな。すいません。バラバラ殺人は、まずいかんな。まずいかんな。おめえさんは、ガサツもんだが、グレたれやしねえと思っとったんだがな。グレてないっすよ。いや、ぐれてないですし、おっちゃんこそ学校でタバコなんていいんですか？ああ、これは火ついてねえからよ。まあ、大丈夫だろ。飾り飾り。うん。つうか、話をそらんすんじゃねえよ。相変わらず油断も隙もねえな。で、何しに来てたんだ？いや、実は教室に忘れ物をしちゃって。なんだ、またか。しょうがねえやつだな。あれ？でもよ、おめえさん、何も持ってねえじゃねえか。この顔好き。ん？あるな。その手、何持ってんだ？え？いや、これが忘れ物で。祖父にもらった大切なものなのに、うっかり教室に忘れてきちゃって。最近の娘っ子は不気味なもん持ってんだな。まあ、いや。用が済んだなら学校には黙っとくから、すぐ帰れ。てか、さすがにこんな時間に一人で帰すわけにもいかねえか。しゃあねえな。さっさと戸締まりしてくるから、ちょっと待ってろ。まあ、でも、はっ！これ、前回、ミオがまだ残ってて心配しかなかったんだよな。なかったんじゃないかな。だよね、こんなん見覚えないもん。ミオのところに行かせず一人で帰る。行かせず一人で帰る。そしたらミオちゃんも救えるもんな。ああ、こっちだ。新しいのできてるじゃん。あ、正解の音聞こえた。そうだ。そういえば、校舎内で、城之内先生がおっちゃんを探してたよ。なんだって？今来てんのか？何してんだ？それはわからないですけど、さっき2階の 3B の教室にいました。これ死ぬんじゃねえ、城之内。死ぬんかなぁ。どうなんだろうか。かわいそうだな、なんか不憫だな。ってことは、どの道閉じ回りもできねえじゃねえか。わかった。二階だな。ちょっと行ってくるわ。お。あと、私なら家すぐ近くで、ほんと大丈夫なので。ああ、そっか。そこの駄菓子屋だっけか。じゃあ大丈夫か。気をつけてまっすぐ帰るよ。ああ、いいな、帰るよ。できるだけ広くて明るい道を選ぶんだぞ。何かあったら火事だって叫べよ。もう、なんかな、こうして接してると優しいっていうかな、いい人に見えるんだけどな。普通な人な感じには見えるけどな。ね。はーい、心配性ですね。そりゃよ。これ以上うちの生徒が減っちゃたまんねえだろう。白石道夫ちゃんのこと？かな。つうか、んなことおめえさんが一番よくわかってるか。はい、そうですね。わあ、すごい。親身になってくれてる。でも騙されねえぞ。これで助かんのかな？続いたね。駒形高校正門前。ミオちゃんが無事で会ってくれればもうそれで十分嬉しい。ちょっと離れたところから見てるんだ。大きい絵もおらんから。うん。ここで出くわすことがないのか。そうだね。そう、大きい絵正午があそこで金絞り公園でずっと、呪詛玉とか七不思議について調べているっていう。ルートだからね、ここね。ミオちゃん、遅いな。あれから数十分隠れて待っているが、誰も出てくる様子はない。あ、別の道から誰か来る。
荒石秀樹。あれは、またもじもじしてるわ。うわ、講師の荒石先生だ。なんかキョロキョロしてる。何してるんだろう。そうか、蘇りの秘術を発見した先生が、今回の呪いと関係しててもおかしくないんだ。呪詛玉持ってるのかな。どうしよう。でも、ミオちゃんが言ってた10分はとっくに過ぎてるし、せっかく逃がしてもらったのを不意にしちゃダメだ。見つかる前に逃げよう。えらい。えらいね。ちゃんと、しかも見つからずに、ね、音聞かせれば殺せるのに、使わなかったね。殺してもよかったよね。自宅前。あいつ能力だ。ダメやで。ダメやで、そんな。ミオちゃんに止められたでしょ。あ、せんのや。せんのや。あ、家だ。よかった。帰ってこれた。家がこんなに遠く感じたのは初めてだ。明るくなれば呪いは使えなくなるらしいから、朝になったらすぐミオちゃんを探しに行かないと。今は、とにかく、早く休みたい。大丈夫か？無事に休めるか？あ！やっこちゃん的には朝になった方がいいんか。そうだね、確かにね。無事に脱出成功。蘇りの秘術、使いたいってわけじゃないもんな。うん、まあね、蘇らせれたら嬉しいけど、それよりも、その、みちおちゃんがなんで死んじゃったのかを知りたいみたいな感じだもんな。うん、やっこちゃんは。ほう、ここで、このルートは終わりっぽいな。ほう。で、こっちをやったら、これが出んのかな？あー、今進められへんのやったっけ、そっち。そう、ここも途中で止まってたんだと思う。今、確かに。しかも光ってるの、それだけか。うん。他はない。見ちゃおっか。途中から。橋上の会話終了からでいいかな？じゃないかな。うん。ああ、帰りした。それで、この後はどうするの？まだ見えてない貸主の動向が気になるところだね。ひとまず、この隅田川は本所七不思議のエリアから少し外れている。おそらく貸主もここまでは来まい。だろうから少し考える時間をもらいたい。そう。わかった。はっ？あ？これあれじゃ、波垣のさ。あ、一緒にいた女の子か。片割れじゃない。待って、どんな感じでやってたか忘れたわ。あの、すみません。ん？ん？振り向いたらおるんやろな。うん。女性の声、誰？私かしら。二人？私が二人？ああ、結構遠くにいる。結構遠い。若い女性が立っている。いつの間に。おお、近づいてきた。ああ、綺麗な人。あ、突然声かけてごめんなさい。間違ってたらすみません。もしかして、貸り主の方ですか？貸り主？なんだいそれ。外人？蘇りの秘術を使うための魂を呪いの力で集める方々のことです。あ、蘇りの秘術はご存知ですよね。今ちょっと話題になってるやつです。それは興味あるね。詳しく聞いてもいいかい？あ、はい、いいですよ。私、遠野あやめって言います。ほう、大学生、遠野あやめ。まあ、大学生だったもんな、波垣も。うん。ちょっと、一応周りを見て、なめどりいないか見たいけど、いない。ああ、そうね。あ、おるおるおる。いたわ。ここに一個あるぐらいでないかな、もう、さすがに。うん。ここには。カイさん。表には出していないけど、だいぶ警戒しているように見える。この少女に何かあるのかな？
彼女の話を聞いてみようか。オッケー。当のあやめという女性、年齢は20歳くらいだろうか。こんな夜中に一人で出歩くのは度胸があるからなのか、それとも。はい。蘇りの秘術を使うためにはですね。というわけで、かしり主を呪い殺せば、呪詛玉に再婚がたくさん溜まるらしいです。ああ、理解できました?ありがとう。よくわかったよ。世の中には不思議なことがあるものだね。それで、君もそのかしり主ってやつなのかい?ああ、私は違って、お友達のゆうたろうくんがそれなんですけど。ゆうたろうくん、交際相手かい?お友達否定されちゃってかわいそうにな。いえ、お友達です。波垣ゆうたろうくん。まあ、同じ穴の無人な、みたいな。いや、ここの二人のエピソードも知りたいんだよな。あ、波垣ゆうたろうのことが聞けそう。そのかしり主のゆうたろうくんとやらは今どこにいるんだい？警察に呪詛玉取られてます。実はゆうたろうくんは正確には元かしり主ってことになるんですよね。あー、取られちゃったからね。うん、元？はい、なんかいろいろあって呪詛玉を手放しちゃったみたいで、一流大学のエリートだと思ってたんですけど、肝心なところでちょっと残念なんですよね。なのでこうして私がかしり主を探してたんです。いや、意外とやり手なんかもな。かもね。もうちょっと聞こうか。呪詛玉を手放したって彼に一体何があったんだ？私は別行動をしてたので詳しいことはわからないんですけど、さっき突然呪詛玉は手放したって。でもなんだか随分細かいことを気にされるんですね。いや、ただの好奇心だ。気に触ったんならすまない。私は別にいいですよ。隠してるわけでもないんで。まだ聞けるな。彼ちょっと頼りないところがあるので、私がしっかりしなきゃって思います。あ、終わりかな。うん。さあ聞こう、話しかけた目的。それでどうして僕らがかしり主だと思ったんだい？え、あ、ごめんなさい。なんか夜中に二人でコソコソしてて怪しかったんで。いや、ただの相引きですよ。ねえ、解散。解散。ねえ。解散。おっと、それは失礼。仮にかしり主だとしたら、どうするつもりだったのかな。はい。お持ちの呪詛玉を譲ってもらえないかなって。いや、そう簡単に渡すものなのかな。いや、解散のこの顔ちょっとおもろいよな。いい口の紡ぎ方。うん。そうかもしれないですけど、とりあえずお願いしてみないとわからないですから。なるほど。彼氏のためにそこまでするんだね。彼氏じゃないです。お友達です。いえ、お友達です。強く言われてるな。なんか、波垣ゆうたろうくんは、あやめちゃんに片思いでもしてるのかな。してそう。それに、ゆうたろうくんのためとは限らないですよ。うん、絶対違う目的があると思うよね。うん、あ、間違った。はい。ああ、お二人がかしり主じゃないなら関係ない話でしたね。忘れてください。ああ、で、秘術のことについて聞けるのか。うん。君たちは蘇りの秘術を使って何をしたいんだい？ゆうたろうくんはゆうたろうくんでなんか事情があるみたいなんですけど、なんかちょっと自分勝手というかどうでもいい理由なんで、実はあまり応援したくなくて。
せっかく死者を蘇生できるなら、もっと有意義な使い方があると思うんですよね。だから、ゆうたろうくんの呪詛玉、秘術を使う寸前に奪っちゃおうと思ってたんです。わー、作詞だね、あやめちゃん。まあ、それももう無理なんですけど。あ、私がそう考えてたってこと、ゆうたろうくんには内緒にしてくださいね。ああ、わかった。秘密を使うのには慣れている。わあ、なんかかっこいいですね。春江さんがずっと、なんか苦そうな顔をしているな。君は秘術を奪ってまで、誰を蘇らせたいと思っているんだい？笑いませんか？おこぽこです。ああ、もちろん。姉妹だったの？それなら、特別に教えちゃいますね。私の壮大な計画。計画？ですね。私、美大で版画を専攻しているんですけど、特に浮世絵が好きなんです。昔の人蘇らそうとしてんのかな？ああ、ありそう。やばいだろ、そしたらもうみんな殺さないと多分。うん、相当な量いるからな。よね。ほう、いいね、浮世絵。本当ですか？みんなは女の子が浮世絵とか変だって言うんで。なんか浮世絵って難解で崇高な美術品だから敷居が高いように思われがちなんですけど、実際はそうじゃなくって江戸時代の庶民たちに好まれた大衆娯楽だったんです。オタクは早口。当時の人たちがこの線一つ一つに同じときめきを感じてたと思うと胸が躍りますよね。ああなるほど、そういうものなんだね。引いてるやん。私、浮世絵師の中でも特に葛飾北斎先生の大ファンなんです。葛飾北斎を生き返らせようとしてんのかな。やばいぞそれは。ご存知ですか？もちろん有名だからね。確か江戸時代にこの本所に居を構えていたんだっけ？はい、そうです。さすがですね。富嶽三十六景が有名なので波と富士山の秘湯みたいに思われがちなんですけど、それだけが北斎先生だと思わないでほしいんですよね。そんなのは数ある作品のごくごく一部に過ぎませんから。なるほど、申し訳ない。確かに僕もそんな印象だった。うん、私もそういう印象だった。いいんですよ、これから知っていけば。北斎先生は90歳で亡くなるまでに3万点もの作品を残したと言われていますが。すごいな。めちゃくちゃ書いてる。私たちで言うところのね、だって3万本動画出しましたってことでしょ？ってことじゃない。えげつないって。それって80年間毎日1点以上書き続けないと達成できない数字なんです。すごいですよね。すごい。80年間毎日投稿。私たち達成するには相当も100歳とかまで生きないと厳しいな。負けも81歳になっちゃう。やる頃には、やる頃には81歳。うん、全部その3万本あげた時には俺も81歳になっちゃう。それもう今1歳ですって言ってるってこと？赤ちゃんじゃん。81歳になっちゃう。それ私にどう突っ込んでほしいんだろう。それはすごいな、90歳まで書き続けたのか。それでもまだまだ未熟だと先生はおっしゃってたそう。先生はおっしゃってたそうですよ。死の間際にも、天我をして5年の命を保たしめば神聖の画工となるをうべしと残されていて。難しいよ。難しい。うん、天があと5年命を保たせてくれれば、私は本当の絵描きになれるって言うんです。向上心の鎌足り。何やねこの時間。いや今ちょっと間を大事にしてみようと思ってしばらく待っていたんだけど。難しいな、待って。芸術性だけでなく
娯楽としても熟練の域だったのに、それが一体どうなっちゃうのか。気になりますよね。私気になります。あれ。ん？聞いたことあるな。リヒターどうした？おいおい、まさか君は、チタンだけの。それに北斎先生は100回の転居を目指していたのに93回で亡くなってしまったのも無念だと思うんですよ。そうなんだ、100回もお引越ししてんの、すごいね。いやいや。いや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 。現代の進歩した画材を使って果たしてどんな作品を描かれるのか今からワクワクします。つまり君は蘇りの秘術で。はい、葛飾北斎先生を現代に蘇らせます。おお、なるほど、そういう発想もあるのか。いや、今地球上に存在している人間をどんだけ殺さなきゃいけないんだろうな。な、貸し主自分除いて8人殺したとしても無理やろ。うん、無理だと思う。人殺す目してるもん。そんなもののためにくだらない。ああ、資料更新。いや、その葛飾北斎、その逆もまたしかりやで。この子からしたら、息子を生き返らせるなんてくだらないって思ってるかもしれへんやんか。うん、だったらもう今までね、素晴らしい作品を生み出してきた北斎先生を蘇らせた方が絶対に有意義ですとか言いそうだもん。世の中に貢献しそうですとかさ、うん、そういう感じになりそうな。なりそう。言わずと知れた浮世絵師の巨匠、1760年生まれ、1849年没。これ没でいいのかな？没じゃない？うん。浮世絵の黄金期とされる江戸後期に活躍した一人。本所で生まれ、生涯のほとんどを現在の墨田区周辺で過ごした。代表作は、富嶽三十六景や北斎漫画など。漫画があったの？若年より、多才を発揮して幅広い範囲で作品を残しており、生涯に制作したその作品の数は3万点を超えると言われる。明治期に入ると浮世絵は衰退していったが、彼の作品はジャポニズムの中心として世界中の芸術家に影響を与えた。北斎本人は高い名声とは裏腹に世間体や金銭に無頓着な人物で、かなり浮世離れした生活を送っていたらしい。浮世絵だけにね。なるほど。ちゃんと反応してくれてありがとう。スルーされると思ったわ。ほっといたらかなと思ったけど。数多く名乗った豪の、え、あ、数を、ぐちゃぐちゃになっちゃった。数多く名乗った豪の一つにしか過ぎず、晩年には、学教老人万事という、水郷な豪を名乗っている。豪って何？豪。綾野？豪。ひろみ？ゴー。皆川。ゴーちょこちょこちょこピーじゃねえのよ。90歳と長寿であったが、老いてなお創作に意欲的であったという。はあ、なるほどね。ゴー皆川だったと。いうこと。だな。あ、それじゃあ私、この辺りで失礼しますね。夜のうちに貸し主を探さないといけないので。急に話しかけて失礼しました。それじゃあ頑張ってください。うん。お、人物リスト更新。あ、出たね、遠野彩音。怪しいね。ねえ、闇垣雄太郎と一緒に行動していた若い女性。葛飾北斎の浮世絵をこよなく愛するがゆえに、蘇りの秘術で葛飾北斎を蘇らせたいと本気で願っている。マイペースだけど、ちゃっかりした性格で、自分の価値観を何より大切に生きる女子大生。あ、素敵ね。この頃は CM やラジオ番組などで、女子大生のタレントが人気を集め、ある種のブームとなっており、何もせずとも女子大生というだけでチヤホヤされているため、利用できるものは何でもうまく利用して、自分の利のために生きていこうと、したたかに考えている。最近は少し頭が悪そうな態度を取れば、年配の男性から可愛がってもらえるということを学んだ。すごいな。やりて。やり手だね。波垣雄太郎とは街で彼から話しかけられて知り合った。興味はなかったが実家が金持ちそうなので誘いに応じている。しかし人間的にはそこまで尊敬できなかったため飽き始めている。ああ。まあ、
確かに、波焼きはちょっと残念なところが。うん、あるな。あ、あ、あ、変わってるな。あれ？読んだっけ？読んでないよ。いや、波焼きは見たことないんじゃない？なんか、まかないのバターがどうとろ、みたいな。ねえ、読んだことないよな。うん、足洗い屋敷、かっこ、放棄済みになってる。ああ。こっちも放棄済みになってる。おお、変わってる変わってる。おお、じゃあこれちょっと読んで。両国橋で遭遇した青年、自身が貸主であることを隠さず接触してきた。その後、呪詛玉、包みによって回収された。うんうん、一流大学に、一流大学かな一流大学、大、大、ブブ一流大学に通い、エリートコースを歩んでいる学生。実家は地方の名士で、その仕送りで遊んで暮らしている。ああ、坊ちゃんか。小さい頃から好きなものを与えられ、何不自由なく育ってきたが、愛情は満足に受けられず、高慢なお坊ちゃまになってしまった。ああ、かわいい。そんな感じに唯一優しく接してくれたのは実家のお手伝いさんで、昔一緒に食べたまかないのバターご飯の味が忘れられないらしい。かわいいじゃん。終わった。かわいいじゃん。終わった、波焼き。短け。誰を蘇らせたかったんだろうな。実家のお手伝いさんのこととかかな。どうなろうな。あんまり賛同できなかったんで、みたいな。応援できなかったんで、みたいな言ってたもんな。そんな大したもんでもなかったんじゃないかな。ここ読んだな。あれだ。オカルトか、自身も消えずの安堵の貸主となっていたが、呪詛玉は包みによって回収されたっていうのが追加されたんだな。これは放っておけないな。呪詛玉を奪うなら、当のあやめの行動は気にしておいた方が良さそうだ。そっか。そうだな。春江さんも、みんなの呪詛玉を奪おうとしてるんだもんな。再婚溜まってるかもしれないしって。で、哲夫ちゃんもみんなのを回収して回っていると。回収する人が割りかしおる。おるね。え？今、最後に頑張ってくださいと言っていた。いや、バレてるわ。きっと僕らが貸り主だとうすうす感づいていたんだろう。なあ。いずれにせよ、呪詛玉を奪うという目的が同じなら、どこかで衝突する可能性は高い。少し彼女を追跡してみよう。まだまだ先に帰っていてくれたまえ。あの子名前に明かりってついてるから燃えるんじゃん。なあ。そんな単純な。燃やそうと思ったな。もしこのままが出たけれども、どうかな？時間的にちょっといい感じか？じゃあ今日はこれぐらいで終わって、次回、春江さんの話が続き出たから、まあまた哲夫ちゃんのね、哲夫ちゃんルートも。出るんだと思うけど、どっかで一緒になるんだろうな、タイミングが。ここ繋がったりしないかな、こう、見って。いや、ルートは繋がらんけど、なんか、お互い干渉していきそうな感じはする。だし、ここで朝を迎えるからね。そっか。もうだって、ここで終わっちゃうんじゃない？一日経っちゃうんか。経っちゃうよ。え、じゃあもうすぐ終わり？終わりではないと思うけどな。ねえ、もうちょっとなんか、いろんなルート出てほしいんだけどな。楽しみだね。楽しみ。じゃあ、ぬるっと終わるけど。お疲れ様でした。お疲れ様です。